やばい状況になってます。でこの死んじゃった原因はこれと言えません。さあケンちゃん、いつものカキひっくり返す作業にやってきましたが、はい、それともう一つ届きました。カキの赤ちゃん5000個やってきました。商品名はマガキ3倍体5ミリ種苗です。大きさにしたらどれぐらいと説明すればいいかな。米粒ぐらいよりちょっと一回りぐらい大きいんじゃないですか。炊いた後の米粒やけんじゃん。炊いた後炊いた後の、まあ、形とか重さとかが違うんでちょっと比較しづらいですけども、まあ、ざっくりそんな感じです。でけんちゃん、これはあと2万個ぐらい来るね。あと2万個、うん、もうちょっとしたら2万個ぐらい来ます。まだまだ試験養殖の段階ではありますけど、こう本格的な養殖を始める第一歩半歩ぐらいの量になったんじゃないかな。けんちゃん、バスケット何個あるんだ。26個。東北行ってたから腕がなまってるかもしれないけど、何秒チャレンジしようか。あんまりスピード競ったことないけど、30秒でいけたらめっちゃ速いです。30秒はさすがに無理じゃないですか。30秒は無理やな。1秒ちょっと。30秒チャレンジ。あ、もう絶対無理。戻っていってます。今が30秒ぐらいね、多分。全然無理でした。我々ちょっと東北に4日ほど行ってたんで、このカキたちにとっては4日ぶりの干上がりとなります。ちょっと感覚空いちゃったけど、まあ感覚が空いた分、なんか1日で明日開けて明後日またこの干上がりの作業をしましょう。大きなったな。大きい。さあ、動画で数十秒前、大きなったねと言いましたけど、1ヶ月ほど前これだったのがですよ、今これよ。1ヶ月。これなんかもうもうちょっと出荷できるんじゃないかっていうぐらいですけれども、ただし成長不良なのはこんなのもいますよと。これが一番遅いやつだね。はい、ね、かわいいですね。かわいいですね。カキがこんなかわいいと思うようになる人生を歩むとは思うかな。でこのバスケット方式という養殖方式は、まあ、その名の通りこのバスケットを利用して養殖を行うんですが、このバスケットにも目合いがありましてですね、これが10ミリ目合い1センチ、でこれが5ミリ、あとは製品的には確か3ミリだったり、あとはこれよりもっと大きい20ミリっていう規格も、うん、あるみたいです。で今僕が持ってるですね5ミリの目合い、このカキ中に入れるとギリギリ止まるですが、まだここ入れちゃいけないみたいな、ね、はい、これ入れちゃうとカキって食害ってあるみたいで、まだあの目合いだったら置いちゃうと多分ちっちゃいのは抜けちゃいます。で止まった個体でも外から見ると目から少しこのカキのお尻の部分が出ちゃってると思いますけれども、出た部分を、まあ、多分チヌがメインだと思いますけれども、やつがこう吸いばむっていうのかな、チュッ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 吸いに来るらしいわ、はい、それを防ぐためにですね、こういった青い丸かご一旦なんていうの、養成っていうのかな、飼育します。これでね、で今回もこれを使用してこの種苗赤ちゃんをここに入れて、でパラパラっとですね、こう餌がまんべんはなくできるだけ行き渡るように広げて、で口閉じてギュッギュッと、まあ、カキは泳いで出ないですが、この中に魚が入ってそれこそさっき言ったような食害が起こっちゃいけないので、しっかり締めて、であとは吊るすだけということでござんす。ただこれ潮とか波とかでまだあの赤ちゃん軽いので、こうぐらついて偏ることが多い、はい、で偏ったらまたこう広げて、で偏っては広げて、で今回の5000ほどの種苗3つのカゴに入れると言いましたが、それでも多分パンパンになるね。なります、うん、パンパンになるから大きいのは間引いていって、大きくなったのはでこの5ミリ目安に止まると思うんで、今回はその様子を多分2週間ぐらいで全部この5ミリいけるんじゃないかと思うんだけど、はい、ね、そんな気はするよね。前そんな感じですね。で2週間でいけるのかちょっと追います、この動画で、はい、それちょっと楽しみじゃない、はい、トラブルとか成長が悪くなって1ヶ月2ヶ月はたまたこれ全部死んじゃうのかみたいなリスクもまあゼロではないですか。ゼロです、うん、
僕らとしてもこの動画楽しみやね、はい、めちゃくちゃいい勉強になるね、はいはい、でこの丸カゴでの飼育結構めんどくさいよねたくさん育ててる人は他にねオカプシーとかいう犬は見たことあると思うけど、それは今現状買えない、買えないし、この数千とかでそんなん買わなくていい、はい、ということでこの丸カゴ使うんだが、こっちの方が楽じゃないかという犬と話をしてたんですよ。干し網、魚を干すような網で、ここにチャックがついてます。要はこの丸カゴはね、この紐を縛ったり解いたりするのが手間のかかる大きな一つの要因かなと思うんですけど、果たしてこのチャックだったら楽なんじゃねというそういう見解ではあるんですが、どう思います？チャック、金属の部分がどうなるかですか、はい、そうなんですよ。今シーズンぐらい使えるようになるならとても大事な戦力になると思うんで、はい、やってみましょう。気づいとったんやけど、ここの中の目合いは粗いんで、落ちていきます。一番下では止まりますっていう感じ。潮の揺れで少しずつ落ちていくと。さあ視聴者さん、ケンちゃん、はい、この映像既視感あると思います。クラファン動画撮った後です、はい、であれからどれぐらいかな、10日ほど経った牡蠣の違いの進捗具合を報告したいと思います。これね、両手ないとね危険なんよね。ほんとね、傷だらけになるのよ、うん、これ。そう、今日さっき振りつばでやられました。俺がね、これが昨日やね、これが一昨日よほんと軍手大事、牡蠣は。さあ進捗具合でございますが、水温が高い、ケンちゃん。そうなんです。27度ぐらいあるかな、まあ、毎年これぐらいは行くんですけど、これぐらいがマックスです、はい、で水温がね高いと、見てこれ、植物の一種やろね。2日前こうやって揺すったんや、ケンちゃん。ほんまや、はい、こんな感じ。あれなんですよ、一番でっかいのでこいついますが、牡蠣養殖が暗礁に乗り上げておりますっていうのはちょっと言い過ぎなんですが、死んではないね、うん、死んではないんで問題ないんですが、1ヶ月ほど前入れた種苗よりは成長スピードが遅いような、ね、気がしますね。で今日はケンちゃん何月ですか、9月21日かな、21ぐらいだと思いますけれども、これぐらいから毎年水温下がってきます。26、25、24となっていきますんで、これからどう成長していくのか皆さんもお楽しみになさってくださったらと思います。で問題のよ、ケンちゃん、何やった、チャックやったっけ、魚干し機、あ、腐食で壊れてるね。こっちは、こっちは開いてくれよ。し、どうですか、一番上の段どうですか、ケンちゃん。あ、一番上の段の量減ってない、減ってる気がする。下にで一番4段目というか一番下に溜まってますね、はい、これ導入からもう2日ぐらいで思ったんですが、これやめましょう君のおやつができました。姉ちゃん焼きすぎたわ、焼きすぎてミニマムになって熱くないか、牡蠣ってやっぱ焼き、何でもそうやけど焼きすぎるとミニマムになるね、連続でいいんだけいちゃん雑談やけど、はい、これまあ俺牡蠣の食べてるショート動画あげてん、はい、コメント自体はまあいただくこと自体はありがたいんやけど、食いすぎやと、視聴者に売る分も残しとけという辛辣なコメントがあったんですが、割と食ってないんですよ、ケンちゃんね。我慢してるんですよ、普段。動画撮影の時だけほぼ食べてます、はい、まあ美味しいっていう情報だったり、あと調理法だったりを発信しなきゃいけないんで、それはやらせてもらってるんですが、まあ本当実際食べてないんですよね。一番食べなきゃいけないのは僕らなんですよ、間違いないです。で、なんでかっていうと生産者だから、こいつらの味を一番知っておかなきゃいけないのは僕たちなんです。気持ちわかります。すみません、美味しそうに食べて申し訳ないんですが、はい、それだけ分かっていただけたらと思います。はい、本題のこの使えないネットから牡蠣を出しているかい。じゃあこれ入れてまた成長させておくんで、じゃあまた10日ほど後の映像をお届けしようかな、けんちゃん。はい、はい、では10日後に飛ばします。9月9日から今10月9日経ちました。やばい状況になってます。この丸カゴの中に牡蠣の赤ちゃんが5000個ほど入ってますが、カメラをアップにしてもらうと分かりますかね。分からんか、けんちゃん。分かりづらいです、うん、正常な個体は
こういった感じであります。殻が、まあ牡蠣は2枚貝ですので殻が2枚ついてるのが、まあ、なんとかわかるとは思いますけれども、でこういったのが死んじゃってる個体です。ご覧の通り殻の中に身は入ってませんね。こいつもそう。これすべて今手のひらにある4つは死んじゃってます。で今が1ヶ月ほど経ちますが、ちょっと怪しいかなって思い始めたのが、まあ1週間の時点でまず成長がめちゃくちゃ遅かったね、ケイちゃん。はい、そうです、ね、で2週間3週間と経つごとに、まあ、死んじゃってること、落ちちゃってるとかいう言い方もしますが、落ちていく個体がパラパラとどんどんその比率が上がってきたような状況でありました。で今ちょうど1ヶ月経った状況ですが、ざっと見る感じで半分以上は落ちちゃってるような気がします。でこの死んじゃった原因はこれと言えません。まあ皆様お分かりの通りですが、こいつが生き抜くためにはいろんな環境要因がありますから、まあ大きな環境要因としては、まあ、基本的にはこの水の状況ですよね。水温、あとは餌の量、あとはこの火の当たり方とかね、とにかくいろんな要因があります。その他のこの丸かごでの飼育がこの環境では悪かったのか、この時期での環境が悪かったのかとか、それは一概には言えませんが、まあ、それは我々が今後成功とか失敗とか繰り返しながら、勉強していかなきゃいけないところではありますが、怪しいのは高水温、一番1年で高い時期に飼育したので、単純にそれによる閉止、まあ、酸素の量とか、この海水に含まれている酸素の量が少ない。あとね、まあ、今日はマシですけれども、ヘドロの糸みたいなケンちゃんあるやん、はい、うん、それがご覧の通りこの丸カゴについてこの壁面を覆います。で潮通しがめちゃくちゃ悪い状況になります。それも多分大きな原因の一つだとは思います。こういうエビが入ってるね。もしかしたらこういうエビが何か害をやってるかもしれんし、多分違うとは思うけど、うん、でも分からんのよね。こういうカニも入ってますが、まあ数年僕らがカキの養殖をしていくうちに、じゃあ来年再来年とあえて同じ時期に飼育してみて、あやっぱこの8月9月はダメやなとかいう判断ができてくるだろうなとは思います。さあここでケンちゃん問題が発生しました、はい、クラウドファンディング、今現在600万円ほどの支援、まあ基本的にはこれらの牡蠣が成長した時の来年夏ぐらいのこの牡蠣の前売り券としての販売リターンですけれども、今来年出荷分の牡蠣はこっちのバスケットに5000はあるかな、5000ぐらいと、こっちの5000当てにしてた5000が1000ぐらいにはなるような気がします。はい、はい、とりあえずまあこの状況報告の動画でございます。さあとはいえなんかこのままほったらかしにしてたらいけないような気もします。死んだからはもう意味ない、はい、うん、でも大変やね、あのちっちゃいのを、はい、生きてるのと死んでるのを分けるっていうのは、こういった牡蠣を生きてる生きてる生きてる、あ、これいきますね、これも死んでる生きてる死んでる生きてる死んでる、お、約5000回繰り返す作業なんよこれをするかどうかやね。してみますか、何でも勉強やしてみよう、はい、何が正しいやり方なのか分かりませんが、多分手のひらよりこの背景が白い方がやりやすいと思うから、これだけ視聴者さんと一緒にやろうか。生きてる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 けどちっちゃいね、こんなん。ちっちゃい。来たぐらいじゃない ?1 ヶ月前、はい。ほぼ変わらないよね。変わってない。逆によう生きとるな。はい、今、ケンちゃん思っとるよ。これ多分途方もない作業やね。途方もないですね。ねえ。3分ぐらいかかったかな、ケンちゃん。はい。これぐらいの選別ができました。なんか息が上がってるね。こう、うつむせになってやっとるけど。はい、やります、これ。はい、これまあ、こういうデータを視聴者さんと共に共有するのも支援してくださった方への恩返しの一つかなと、はい、ありのままの状況をお伝えいたします。はい、頑張ろうか、はい、よし。前言撤回、ママ死んどるね、はい、そして途方もないね、途方もない、うん、この後の保証がない方が
強いね。はい、見た目は生きてるんだろうなと思ってここに入れたんですが、ちょっと揺らすとこう動いてる牡蠣ありますよね。動いてるっていうことは殻の中に身がないってことなので、これら全部死んでます。中は空洞で身のようなものはありません。このようなやつがまあまあある。青カゴ4つあったのを1個にしてもう入れとこう。はい、でもしその中で生きるやつがおったら成長するやん、大きくなるやん、はいはい、でそいつらがおったらまたその時に取るか取らんか、何個体あるか分からんけど、はい、ということでほぼほぼダメになっちゃいました今回の5000は。これから先どうなるのか明日の動画でご報告いたします。はい、では明日お楽しみください。